ベンフォールズ5はノースカロライナ州チャペルヒルで結成されたピアノを主体としたスリーピースのロックバンドである。1994年に結成され2000年11月に解散した。2008年に地元チャペルヒルにてベンフォールズ5名義でライブを行った。ベンフォールズロックには珍しいピアノを中心としたギターレスバンドであった。解散までに4枚のアルバム。 6枚のシングル、解散後に1枚の DVD をリリースしている。1996年2月の初来日公演の大成功やテレビドラマ、ロングバケーションの効果もあって、ファーストアルバム、ベンフォールズ5が本国よりも先に日本でヒットした。そのため、日本版のセカンドアルバムには、ソングフォーザ、ダンプドの日本語バージョン、金返せが収録された。 ベンフォールズ5は1993年にベンフォールズを中心としてチャペルヒルで結成した。彼らはバンド名とは異なり3人組だった。ベンはバンド名についてベンフォールズ3より響きが良いからと説明している。ベンはかつて自分たちの音楽を泣き虫野郎のパンクロックと評していた。彼らの最初のラジオシングルはアンダーグラウンドで ファーストスタジオアルバム、ベンフォールズ5に収録されている。ベンフォールズ5は、アメリカでは売上的に成功しなかったが、日本では30万枚以上の売上を記録し、日本のラジオ局 J-Wave からは1996年の年間最優秀新人アーティストに選ばれた。イギリスでは、シングル、アンダーグラウンドが、全英シングルチャートで37位を記録した。 1997年に発表されたセカンドスタジオアルバム What Ever and Ever a m e n も日本では3週間に30万枚の売り上げを記録するのに続きイギリスでも全英アルバムチャートで30位を記録しアルバムからカットされたシングル3曲がトップ40に入ったブリックは本国アメリカでヒットしアルバムも全米アルバムチャートで42位を記録する彼らに とって最も大きなヒットとなった。未発表音源を寄せ集めたアルバムネイキットベイビーフォトズを挟んで、サードスタジオアルバムは落ち着いたジャズ風のアルバムラインホルトメスナーの肖像で1999年に発表された。このアルバムはイギリスで22位、アメリカで35位を記録するも、日本では前々作、前作よりも劣る15万枚の売り上げを記録した。 1998年には、バートバカラックのトリビュートアルバム、ワン・アメージング・ナイトに、雨に濡れても、のカバーを提供。1999年に発売された、コソボ救済チャリティアルバム、ノーバウンダリーズ、エ e ベネフィット・フォー・ザ・コサワール・レフュージーズに、バンドは曲、レザージャケットを提供した。彼らの最後のリリースは、スティーリー・ダンのベイリタウンのカバーで、 二人の男と一人の女のサウンドトラックに収録された。彼らはラインホルト・メスナーの肖像のワールドツアーが続く中、新アルバムの制作に取り掛かったが、結局2000年10月に有効的にバンドは解散した。2012年に再結成し、9月18日にサウンド・オブ・ザ・ライフ・オブ・マインドを発売した。ホフマン、ピーター、ウエスト・ディープ・イン・ピアノス・アンド・バシーズ。 ドロップ、D マガジン、z i 2006年9月2日閲覧。トーマス、サラ、ベンフォールズ・ウィズ・ザ・シドニー・シンフォニー・オーケストラ。シドニー・モーニング・ヘラルド、http コロンスラッシュスラッシュ www.smh.com。au、ニュース、ギグ、レビューズ、ベンフォールズ・ウィズ・ザ・シドニー・シンフォニー、2006-08-25。 一兆千五百六十億千二百七十万七千七百五十八 HTML2006 年9月23日閲覧 AB 早わかりベンフォールズソニーミュージックジャパンインターナショナル2011年7月6日閲覧ソニーミュージックオンラインジャパンインターナショナルベンフォールズ 5- ソニーミュージックエンターテイメントジャパン 2011年7月6日閲覧。チャーターカイブベンフォールズ5アンダーグラウンド。2012年7月2日閲覧。ソニーミュージックオンラインジャパン、ベンフォールズ5、What Ever and Ever a m e n リマスターエディション。ソニーミュージックエンターテイメント、ジャパン。2011年7月6日閲覧。チャーターカイブベンフォールズ5、What Ever and Ever a m e n 2012年7月2日閲覧。チャーターカイブベンフォールズ5バトルオブフークッドケアーレス。2012年7月2日閲覧。チャーターカイブベンフォールズ5ケイト。2012年7月2日閲覧。チャーターカイブベンフォールズ5ブリック。2012年7月2日閲覧。ABCD ベンフォールズオールミュージックアワーズ。 2012年7月2日閲覧。チャーターカイブベンフォールズ5。ネイキッドベビーフォトス。2012年7月2日閲覧。チャーターカイブベンフォールズ5。ザ・オーソライズド・バイオグラフィー・オブ・ラインホルト・メスナー。2012年7月2日閲覧。ワンアメージングナイトバート・バカラック・オール・ミュージック。2012年7月2日閲覧。レザージャケット・オール・ミュージック。 2012年7月2日閲覧。Ben with the with breeze。The breeze。2006年11月27日閲覧。ありがとうございます。